ピット離れ2号艇ブス島がここはインコース抑えていくでしょうか。丸亀ブルーライター G2 第3回全国ボートレース甲子園初日メインカードへと移ります。第12レース予選競争ドリーム戦、1号艇峰竜太、2号艇ブス島誠、3号艇吉川元博、4号艇平本正幸、5号艇白井英治、6号艇篠崎仁、以上6名の対戦です。このままですと本番は陰線は2号艇ブス島誠となっていきそうです。群馬代表エース64号機この男の手の元に渡りました。 SGV そしてナイターレースはお得意、ここ丸亀相性バッチリです。そして本番レースどうか、1号艇峰竜太まだ手を流している状況、前回のボートレース甲子園覇者ディフェンディングチャンピオン、そして3コース3号艇吉川元博は前回ボートレース甲子園悔しい準優勝リベンジ甲子園で果たします。角の4コースには愛知代表勝負強さピカイチです、4号艇平本正幸、5コース5号艇白井英治、最後と6コース6号艇篠崎仁、本番レースは2号艇ブス島の陰線となっています。第12レース予選競争ドリーム戦、内から2番、1番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。インコース2号艇ブス島、そして3、4コース3号艇4号艇が優勢、一周一幕です。先手は2号艇ブス島誠、1号艇峰がその内側鋭く差してくる、さらには5号艇4号艇向こう上面へとあります。先頭争いですが2号艇ブス島に差しわずかに届かず、外から1号艇峰、そして5号艇白井が追走、後方3号艇6号艇4号艇12レース、スタートは正常です。リードをぐんぐん取ります。先頭は2号艇ブス島誠、内側から5号艇白井英治、差し込んでくる1号艇峰竜太、ホームストレッチへとあります。2番手はここで5号艇白井が2停身リード、3番手からは1号艇峰竜太、2番5番1番の体勢でレースは2周目に入ります。先頭は早くも独走体制、2号艇ブス島誠、2番手からは5号艇白井英治、攻めていく1号艇峰竜太ですが2番手踏ん張る5号艇白井英治、リードは取ります。2停身2番5番1番の体勢となっています。4番手には3号艇吉川元博、後方6号艇4号艇で2周にマークです。先頭は2号艇ブス島誠、2番手5号艇白井英治、3番手から1号艇峰接近しますが5号艇白井英治、ここは2番手キープ、差がついての3番手に1号艇峰竜太、2番5番1番の体勢で最終周回へと移ります。本番レースは陰線ということになりました。2号艇ブス島誠、スタート後一周一幕しっかり旋回して独走状態、しっかり今先頭向こう上面と入っています。そして2番手には5号艇白井、3番手に1号艇峰に、今度は4番手から3号艇吉川が急接近、その差は2停身差、2番5番1番で最終コーナーへと移ります。先頭は2号艇ブス島、2番手は5号艇白井、3番手1号艇峰に、4番手から開いて差してくるか、3号艇吉川元博ホームストレッチ、3番手争い1号艇3号艇接戦、まもなくゴール、先頭2番ブス島五輪、2着5番白井五輪、3着どうか、1番3番接戦で五輪、6番篠崎五輪、ラストで4番平本五輪です。第12レースの着順確定をお知らせいたします。1着2番2着5番3着1番以上でございます。第12レースの払い戻し金はご覧の通りです。